この世界は悪意に満ちている。弱い者をいじめ、他人の不幸を喜ぶ。思いやりなんて存在しない。そう思いながら暮らしてきた。でもある日、一人の青年が現れた。町田君ってどういう人？人のことばっか考えてるっつうか、全人類を自分の家族だと思ってる。坂井さんは人が好き？なんだその質問。勉強も運動もできないけれど、誰よりも優しい町田君。なんでお前はいつもそんな一生懸命なんだよ。俺なんかにちゃんと向き合ってくれた人今までいなかったから。でもちょっと、そういうことは好きな子にしかやっちゃいけないの。そうなの？って何ですか？知らないよ。好きな人って何ですか？いやだから俺が教えてほしいんだよ。町田くんが分からない感情に出会った時、全ての人を巻き込んで予想もつかない物語が動き出す。どういうこと？男っすか？つか人間？やっぱりすごい青年だ。大変な時ね、世界がぐるって変わっちゃうから。一生懸命な町田くんがみんなの世界を変えていく。分からないことがあるからこの世界は素晴らしい。俺どうしよう。僕じゃない町田くんの世界。俺分かりたいんだ。